をしまくる、はい、しかもリコールも受け付けます。そうなんですよ、ちょっと変わった番組となっております。そうなんですね、困ったプレゼントもねあると思うんですよ、やっぱりね。そうですね、はい、はい、ということでまずはちょっとプレゼントが届いた方だったりとか、はい、お便りいただいております。あ、ちゃんと届いてるんですね、ありがたい、いただきたいと思います。ありがとうございます、はいはい、ペンネームアムリタさん、アムリさん、はい、総裁プレゼントの昆虫食のイナゴが届きました、ありがとうございます。えらい、はい、これこそリコール対象じゃないかなと思って。本当ですよねリコール対象だと思ってますけど、はい、番組の配信ではパウダー状になってるという感じで、はい、ふりかけみたいに食べてなんて言ってたらしいんですけど、だと思います。開けてみたら、はい、イナゴの形そのものが入っていました。全然ふりかけじゃない、ふりかけじゃないですか、あの細かく砕いたりとか。イナゴが入ってんですか。はい、で結構食べるの大変だな、それ。少しグロテスクだったので、はい、食べるのを躊躇してしまいましたが、はい、勇気を出して食べてみると、はい、桜エビのような食感で、はい、意外に美味しかったです。あ、ということでちょっとお写真いただいてみます。今リコールの話かと思いましたね。リコールされるかと思って。今のはリコールの話かと。あ、じゃんマジっすか。全然粉じゃないこれはちょっと抵抗あるな、食べるとき。ご飯にかかってる。ちょっと苦手な人は見ない方がいいですね、これね。これ虫が苦手な方いらっしゃいますから。ちょっとね。はい。はい。はい、でもう一枚いただいてますじゃん。アップにしてくれちゃった。ああ、これはちょっと苦手な方は見ない方がいいですね、苦手な人はね、これね。一口は勇気いるな、ね。はい。お酒のおつまみにいいなと思いました。あ、そうですか。味は美味しかったみたいな。美味しい、味はいいんですよ。美味しければね。皆さん昆虫食いかがですかとのご質問いただいてますけれども、私はもう人口80億ですから、これから食料が足りなくなるので、うん、昆虫食しかないですよ、うん、と思ってます。食べやすくしましょう。まあこのままの形って言われるとね。でもイナゴは昔からありますよ。あ、そうですか。つくだけみたいになったりね。あんまり食べたことないですよ、やっぱり現物は。うん、練馬なんですから。いやちょっとな、人粉で作った大根食べてそれは別にいいじゃないですか、別にそれ肥料なんですから。人粉食べてるわけじゃないんだよ俺ら。じゃあイナゴもいけるんじゃないか。イナゴはだからこれはちょっとね。まあ何も食べるもんなかったらそれは食べますよ、私は。それは当然食べますよ。いや美味しいと思いますよ。美味しいって言ってんだから食べますよ、それは。アムリタさん、リコール対象では届きましたね。無事に届きました。いやいや、はい、ね、ありがとうございます。いいね、続きまして、緊張感あるプレゼントって言うんだけど戻ってきちゃうかも。確かにペンネーム、千里おばさん。千里おばさん、おー、おばちゃんから、はい、はい、はい、いつも楽しく拝見しています、はい、半年前、寺田さんの還暦の祝いに何を送ったらいいか考えぐねてしまい、はいはいはい、いたんですが、はいはい、川柳マガジンを読んでいたら、川柳マガジン文学賞の案内があり、はい、これに挑戦をすることで寺田さんへの応援の気持ちを伝えようと。素晴らしいじゃないですか。私連載してますからね。いやいや、川柳マガジンを買って読んだこと自体も素晴らしいと思うよ。規定では10句で1作品。そんな大変なんですか。10句も応募しなくちゃいけないんですか。え、1句じゃなくて、うん、10句で1作品、10句まとめて、うん、で結果は10月27日発売の11月号に発表されるとのことで、はい、こちらその11月号が載ってるんですか。手元に届いたんですが、はい、残念ながら、はい、私の川柳は川柳マガジンには載っていませんでした。あ、載ってなかった。載ってないですか、うん、ただ7名いる選者のうち、はい、2名の人が私の作品を佳作に選んでくれました。なので名前だけ載ってるんですって。あ、載ったんです。名前が載ってるってことですね。句は載らなかったんだけれど、名前だけは載してくれてるという。おー、すごいすごい。寺田さんのことを思って作ってくださった句をね。あ、そうなんですか。ちょっとご紹介させていただきます。はいはいはい、こちら、6号目を頑張ったから今がある。おー、深いですね、なんかね。深い。まあ、これはだから寺田さんへの応援というか、まあ、今回還暦で60歳だから6合目なんですか。6合目なのかなって私は思ったんですけど。ああ、そうだ、それだ。え、何合目まであるんですか。10合目まで。100じゃないですか。じゃあ待ってくださいよ、6合目って60歳ってことですか。そうです、俺のことなんですかね、ほんで。かなって。まあでも、あの川柳ってね、人がどんな風に考えるかってそれぞれ違うので、もしかしたら川柳おばさんは違う解釈もあるのかもしれないんですけど、私はそうなのかな。もうテラちゃんはね、なんかね、ご飯6合、
頑張ったから今があるもうそれ食べる方に回ってますよ。なるほどね、ごめん、もうね、そこばっかり考えちゃう。そうそう、いやでもね、お名前が載るだけでもすごいことすごいすごいけど、これ素晴らしい句じゃないですか。そうですよ、寺田さんへの応援の応援もあるし、まあまあまあ、人生いろんな人に当てはまるんですよね。お、頑張ったから今からがあるんだっていうのいい、いいじゃないですか、句として。でそこを見てさらに文学賞も応募って大したもんじゃないですか。いやいや、本当に素晴らしい応援の素晴らしい言葉ですね。よかった、連載しといて。ね、還暦イヤーですから、はい、で今年もね、もうこの配信分で、はい、年内の配信は終了ですから、そう、はい、還暦イヤーを、ね、はい、締めくくるに素晴らしい、もうあっという間に終わりますね、還暦イヤーなんて。本当だよ、本当ですよね、早すぎる、早すぎますよ。あと数ヶ月で2人ともね、還暦ではなくなります。そうなんです、超えますからね。そうなんです、この間ね、誕生日祝ってもらったと思って喜んでたらもう終わるんですよね。クリスマスが来て、年末年始が来たら誕生日が来て、はい、はい、もうすぐね、すぐ、何なんですかね、人生ってね。ということで、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます、ありがとう、またお便りお待ちしております。お願いします、ぜひ送ってください。はい、はい、ということで、今回のプレゼントは、はい、今回のプレゼントはですね、はい、はい、皆さん、バンブーパムいかがでしたかね。ああ、動物が行った場所ですね、行ってみたんでね、はいはい、面白かったですよ、すごかったでしょ、最高に面白かったです、はい、なんであんなところに急に行くことになったのか、いまだに謎が残ります。謎ですけどね、はい、私も謎でございます、なんで出会ってしまったのか、なんでだろうっていう、全く分かりません。ありますけどね、はい、でもまあね、うん、癒されましたよ、でもいや、可愛かったです、僕なんか動物飼ってないですから。あ、そっかそっか、ものすごい癒された、動物触っただけでも、うん、そうだ、楽しかったで、そこで、テラちゃんとすごいキスを交わした、あ、ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん聞いたというのですね、はい、ふーちゃん、はい、そして、これは狐なんでしたっけ、フェネック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 の子なんですね。この子も可愛かった、あのここにキューって入ってきて、うん、可愛かった、人に慣れてますよね。狐は慣れないですからね、本当ですよね、本当に慣れないですから、イメージ変わりましたよ。フクロウが羽を、まあ、なんですか、脱皮じゃないですけど、落とすらしいんですよ。でも結構あの羽ばたいて、あそこみんないっぱいいるから、そう、はい、なのでこのフクロウの羽、おフクロウってあんなに触り心地がいいと私は思わなかった。本当ですよね、柔らかいですよね、うん、だからまあこういうなんかフーちゃんセット、フーちゃんのフクロウセットとね、フェレックとの羽のセット、セット、はい、2名様、2名セットずつで2名様に、はい、はい、プレゼントさせていただきます。はい、このプレゼントが欲しいという方はね、ぜひ概要欄の方から応募していただけます、はい、よろしくお願いいたします、はい、見てみてくださいね。はい、はい、と、あと何かお知らせが、はい、こちらですね、はい、12月30日に大川公園インディペンデンスデーのライブがあります。はい、じゃあ、6時から始まりますので、30日の、うん、12月ですよ、お願いしますよ。コロナの大変な時期ですよ、この時も、うん、去年も、うん、だからお客さんがいるってことがすごいんですよ、ね、満席でしたから、満席で、なおかつ全員ペン体操やってました。あれが一番盛り上がりましたね、ペン体操、そう、ペン挟まされて、素晴らしい、プレゼントもなんかもうちょっと特別な、なんか面白いものとかかと思いきや洗剤が当たるんですよ。もう新聞の勧誘かと思ったもんね。俺、総裁が、あとマスクとかね、マスクとか日用品、消耗品ですから、そんなプレゼントなんだよあれ。まあそんなプレゼントコーナーもありますから、皆さん、はい、ぜひ見に来てください。あのミュージシャン の、 あの雄大さんという方が歌ってくれますので、俺はゴミじゃないの友達なんですよね、はい、雄大さんがすごいビジュアル系でものすごい有名な方です。俺はゴミじゃないさんはあの冬休みだから来れる、そう、冬休みで来れる、そうです、来れる、学校の先生です、ね、はい、はい、だからそういったもうゲストで来ますから、雄大さんが、で30日私たちのこのインディペンデンスでのライブ、ライブで、31日がですね、阿蘇山大噴火の、はい、まあ、恒例の、まあ、ライブがあります。はい、お昼ですね、はい、はい、そして夜がですね、大忘年会ですね、すっとこどっこい大晦日スペシャル、はい、8時開演ですね、はい、こちらありますので、ぜひね、そうですね、2日間投資の件もありますし ね、 ね、いろいろ1日だけの件もございますの で、 す、ぜひ、はい、あのお時間ある方は下北沢本当ね、笑えますから、皆さんぜひ来てください、はい、この30、31日、はい、会いに来ていただければと、お願いします、皆さんと会いたい、会いたいです、お願いします、ぜひこの番組見てる方にも会いたい、会いたい、千里おばさん来てください、お願いします、待ってます、皆様ぜひご来場お待ちしております、お待ちしてます、お願いします。本年も皆様ありがとうありがとうございました、ありがとうございました、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、今後ともお願いします、来年もよろしくお願いします、はい、ということで
この番組はオッパ工業大チャンネルの会員の皆様の提供でお送りさせていただきました。はい、はい、では次回もお楽しみに。はい、はい、皆さん良いお年を。良いお年を。